こんにちは社会保険労務士のでですす今日はですねお客様から本当にですねこう辞めさせたいとかやめてもらいたい社員がいるんだけどどうしたらいいかっていう相談を頻繁に受けるのでそのことについてちょっと動画を撮らせていただきたいと思っていますでまずあの大変残念なんですけど日本では解雇っていうのは非常に難しいんです解雇っていうのは難しいんですよまず。 どうしてかって言ったら日本は今ねだいぶ世の中変わってきたんだけども終身雇用制新卒で採用してその未経験者を新卒で採用してちゃんと社員教育をする特にこの会社の基本的な考え方とか仕事とはどうあるべきだとかお客様とはどう向き合えばっていうような基本的な知識とか礼儀作法マナーそれから基本的なね問題解決のスキルとか ほうれん草とか手塩にかけて教えて、それで少しずつね、給料を上げていって、経験と金属によって給料を上げてきて、それでこう長い期間雇うことによって、その会社の考え方にあった組織に馴染んだ、組織のところで力を発揮できる人材を活用していこうということで、年功序列型、出身雇用のですね、働き方が前提になっています。で 日本ではですね、そういうことが前提になってたもんですから、特に大企業中心に。はい。で、ですから、解雇っていうのは非常に難しいんですね。解雇っていうのは非常に難しい考え方なんですよ。それはメンバーシップ型って言って、会社の仲間、会社の仲間同士になるみたいな感覚で、雇用していく、採用していくっていうのが基本的に長年ですね、日本の 働き方の中心の考え方だったもんですから、従って解雇するっていうのは非常に難しいことになってるわけですね。だんだん世の中変わってきてても、法律の根っこのところにあるとか、社会の根っこにあるところがまだそこにあるもんですから、解雇って難しいんですよ。で、で、アメリカとかヨーロッパっていうのは、とかですね、まあ、他のアジア諸国っていうのはそうじゃなくってえ、基本的にですね、仕事に人をね、担当してもらう。この仕事に対してできる仕事、 能力を持ったこの人を雇うっていうような考え方だもんですから、新卒はね、ただの未経験者なんですね。<laughs> 仕事ができない。でも、日本は金の卵として徹底的に教える素材としてはすごくね、もう染まっていない、いい素材だ。ここからきっちし,しっかり育てようっていうところが多いもんですから、そういうところからスタートして、採用とか、えー、評価とか、そういう仕組みがね、ずっと長年培ってるもんですから、解雇っていうのは難しいんですよ、とにかく。はい。そ 解雇するんだったら能力不足とか適正に合ってないことを教育した上で証明しなきゃいけないんですねもう一回言うと教育した上で証明しなきゃいけないんですよだから教育する未経験者を育てて能力を発揮させていくっていうのが日本の労務管理の土台にあるから実は解雇って難しくなってるんですよはい。でだから解雇するとかやめてもらうとか え、するために、前に必ずですね、教育、人材育成をしなきゃいけなくなるんですね。辞めてもらうには。はい。これね、特徴なんです、実は。ここをしっかり押さえとくと、え実は辞めてもらうのも辞めさせやすくなるし、会社自体も非常に儲かるっていうことなんです。もう一回言いますと、日本っていうのは、メンバーシップ型って言うんですけど、就寝雇用制会社に入ってもらって、 仕事を選ぶんじゃなくて会社を選んで会社に入ってもらってその会社の中でその会社の基本的な考え方とその会社の仕事のやり方を教えて手塩にかけて教えてそして育っていくそして年々ね勤続していくことによってスキルがアップして能力がアップしてまあ給料も上がっていくっていうですね終身雇用性をですね前提に成り立ってきた社会だもんですから当然 やめててもらうってことは簡単にでできないわけですよだって仕事ができないことを前提に雇うことになってるから。で仕事ができないんだけど長年教えることによって。 能力が発揮できるし、適正、基本的な会社の考え方も変わ、会社に対する考え方や、仕事に対する考え方が変わるっていう前提になってるもんで、難しいわけです。ということを理解すると、どうし、どう、どういうことができるかっていうと、じゃあ、教えればいいじゃん、ということになるわけです。で、そうすると、やめてもらうにしても、適正が合わないことを証明するにしても、ちゃんとですね、元々の趣旨にのっとって教えた っていうことと、教えた証明をしたってことがですね、めちゃめちゃ重要なんですよ。で、それをちゃんと記録に残しとく、評価に残しとくってことが中心課題なので、教え方を工夫することと、えー、教えた記録を取っておくってこの二つをですね、会社の当たり前にすればいいんですね。はい、そうするとどうなるかっていうと。えー 能力アップするのが当たり前になったり仕事ができるようになるのが当たり前になっていくのでできない社員さんとか、えー、努力しない社員さんは非常にいづらくなりますはい非常にいづらくなるしちゃんと教えるちゃんとこう何ていうか習慣を変えるっていうことが当たり前の会社になると、えー、そういう社員さんがこういなくなっていくんですねだんだんいづらくなってそそうするとのの会社の やり方とかその会社の考え方とかその仕事のやり方にですねをちゃんときちっと真似ようとか学ぼうとかいう人がだけがですね残る会社にだんだんなっていくんですねで今日本が非常にですねこうミスマッチが起こりやすくなってたり要するに仕事と雇用のミスマッチが起こりやすくなってたりするのはどうしてかっていうと終身雇用制とかはい 年功序列の,のですね、基本的な運用の仕方。新卒一括採用で教育していくとかっていうんですね、まあ教育がなくなっちゃってるんね、事実上。新卒一括採用だけして、年功序列制で評価して給料上げていくんだけど、教えるとか、育成するっていうところがすごく弱くなっちゃってるもんで、うまく機能しないんです。で、特に、えっと、中小企業は大変なんです。 どうしてかって言ったら、これ新卒一括採用と、えー、その後の人材育成っていうのが、大企業中心にやってたんですね。だって、もともと中小企業って、そんな新卒を取って、手塩にかけて育てて、それでこう、年々給料を上げて、こう、いくっていうような、年功序列制とか終身雇用の仕組みってない会社が多いじゃないですか。中途採用多いし。 で、でも、日本全体がそういう仕組みで回ってるから、解雇はできませんよと、簡単に。だから大変なんですよね。事実上、中小企業は、本当は経験者がとって、能力がある経験者がとって、それで、その、仕事できるのは当たり前だよね。なんでできないのじゃあやめてよって言いたいんです。どちらかというと、ジョブ型雇用に近い考え方やってるわけですよ、実際は。はい。だけど、 日本全体がもともと大企業の力が強いしから終身雇用制と年功序列制がですね中心の運営をですね何十年ともやってきてて現実に今もうそれが色濃く残っているもんでなんか大変なんですよ。でそれとももう一つの現実が優秀な経験者が昔ほど簡単に集まらなくなっているんですよね。 それどうしてかっったら人口が減ってるから働き手が減る労働市場に出てくる人は未経験者かね優秀な未経験者のもとになる人かそれから仕事ができない経験者なんですよ仕事がでできない経験者なんですだって優秀な社員なんってなかなか辞めないじゃないですか実際そうするとますますですねあの中小企業は苦しくなっていくんですね で、もう一個苦しくなるのが、実は、ジョブ型雇用化っていう、経験者をですね、中心に、仕事ができる人を中心に、仕事中心での人事とか採用に、大企業は変わっていきたいんですよ。大企業は欧米のですね、やり方に見習って、優秀な社員さん、仕事のできる社員さんを、中途採用で採用していきたいって考えてるんです。新卒採用から、 その新卒採用じゃなくて経験者とかスキルのある人中心の雇用に移ろうとしてるんです。めっちゃ大変なんですよ。こうなると。中途採用。余計大変なんです。だって、大企業は中途採用に本格的に乗り出すところですから、中小企業余計苦しくなるんですよ。大変なんです。これ、見据えとかなきゃいけないんですね。としたら、これからどうやっていったらいいかっていうと、実は、 やめさせることにも関係するんだけれども結局仕事を教えるとか教育するってことを当たり前にしていっちゃえばいいんですで意外とこれね難しくないんですすいいくくつかのコツを抑えると人材育成って難しくないんですねでね私のま中等採用を中心に人材育成をやってる社労事務所なんですけどだからそういうそこで得た経験をね 使う例えば話してみるとか質問してみるとかそういう教え方を工夫することによって結構ですね効果的な人材育成のことができるんですね,ね僕のが言ってるのはこの本で書いてるんですけど社員は1分で変わるできましたらま法って書いてるんですけどこの本を読んでもらうと分かるんですけど本当にですね社員教育にはコツがあってそんなに苦労せずにね導入することができますでそういったことをすることによってどうなるかっていうとやっぱり あの真面目に働くだます。そうするとまあですねこう仕事に合わない人とか会社に合わない人とかそれから真面目に努力しない人が辞めてってくれるので優秀な社員さんだけ仕事ができる社員だけさんがねしかも中小企業の経営とかにぴったり合った形で展開できるので。 あの非常にですね、強くなるし、で、逆にそこができるようになると、今大企業が新人の育成とか教育とかできなくなってるじゃないですか。はい。で、それがね、できる会社になるってことは、他の多くの会社とガラッとですね、もう立場が違う形になるんです。採用できるんです。優秀な人だって、優秀な人は成長したいし、学べる環境に身を置きたいんですよ。 そうでしょで、大企業が、ジョブ型雇用に移行して、よりですね、教育とかから手を抜いて、できた人を採用すればいいって発想になっていったら、そこにですね、新卒市場に余裕ができたりするわけですよ。そこに対して、いいですかもともとは、辞めさせたいとかできないのが悪いしよ、そういう気持ちでやってるかもしれないけど、ちゃんと人材育成ができる会社、ちゃんと人材育成の記録が残る会社を作っていくと、めっちゃ目立つ会社になりますよね。 ですから実はそういった原則的な労務管理日本は人材育成してそこに対してちゃんと記録も取って証拠も取ってそれでできない人が自然にいなくなるとかちょっと厳しめの会社を作るってことはコツで,でそうすると全体の能力が上がって利益も出るんで労働条件が良くなるんですね会社全体の。そういった状態を作り出すのが労務管理のコツだってことなんで実は今悩んでらっしゃる皆さんが。 やめてもらいたい社員さんがいるとか、労務管理がうまくいってないってことをえ、ピンチをチャンスに変えることができるんで、ぜひね、チャレンジしてみていただければなと思っています。ということで今日は、そういった、まあ、やめてもらいたい社員がいるんだけど、どうしたらいいですかってことに対して、原則的な、ちゃんと社員教育とか人材育成をすることとか、その記録を取ったことによって、会社自体が生まれ変わって、すごくですね、これからチャンスになる。 そういうことをね、小さな会社でもできるようになるっていうことについてお話しさせていただきました。で、具体的にね、人材育成のやり方どうしたらいいかとか、そういうことはですね、ご相談があればぜひね、無料相談やってますので聞いてください。で、 ロームは、ある一定の人材育成の分は無料で提供させていくローム事務所です。実はリーダーシップ研修とか、新入社員研修とか、新人のフォローアップ研修とか、様々な無料の講座を持っています。それを顧問先には無料で提供している社労事務所なんですね。つまり、うちの顧問になるだけで人材育成の土台ができちゃうってことなんですね。めちゃめちゃいいですよね。だからそんなこともね、あの具体的にお話しさせていただきますので、ぜひね、気になる方、興味のある方は、 おはい。会社がガラッと変わるね、チャンスになると思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃ次回の動画でお会いいたしましょう。